どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はトラストを使ってて編成事故が起きた時の対処方法となります。トラストを使っている時、なぜこの編成と思うことが多々あります。編成事故が昇格戦で来ると泣きそうになりますよね。そんな編成事故ですが、本作ではチームの固定ができるようになってから以前より増えたように感じます。そこで今回は編成事故でもどうにか勝てるようにする対処方法をまとめていきたいと思います。個人的に終わった後なんで勝ったのという試合が多くあるので、その時には行った対処方法を話したいと思います。編成事故に関しては長射程2枚と塗りができない武器2種で考えていきます。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは初動を有利に取ることかと思います。トラストの編成事故でよくあったのは長射程だけや塗りの弱い編成です。この編成だと塗り返しが非常に弱いので、攻めに転じやすい初動が勝負だと思っています。初動であればどちらも足場は整ってないですからね。なんなら射程がある分さばききれれば有利に進めれます。また長射程や塗りが弱い武器はスペシャルが強力なことも多いので、初動を勝ち取ってスペ温存し打開阻止に成功につなげていくという流れがいいかと思います。初動でカウントを稼げれば、あとは守りきれれば勝てる可能性が上がるので取りたいところなんですよね。逆に最初から防衛に回った時ですが、相手が単射程などいた場合、編成を見て強気に攻めてきます。抑え込もうと初動から敵陣に突っ込んできますので、意外ともたもたしてない方がいいんですよね。自陣入られた後の展開はかなりきついですし、トラストにとって接近戦は地獄なので、これを防ぐ意味でも押していきたいところがあります。では次に行きたいと思います。続いてはスペシャルの抱え落ちをしないです。編成事故での頼みの綱は何と言ってもスペシャルです。矢倉であればグレートバリアがあるだけで、編成事故でもなんとかなるほど強力です。敵を倒す手段でもありますが、ルール関与に大きく関われるものでもありますので、絶対使い切りたいところなんですよね。ですが編成事故では武器相性の押し付けが起きますので、温存するだけでもかなり大変です。スペシャルをしっかり使い切ることで相手を抑えるチャンスも作れるのはかなりでかいことだと思います。仮に初動で勝っていた場合、相手にはペナルティでスペシャル自動増加が発動しますので、返り討ちにする必要があります。常に的確な対処が求められる状況なので、レスをせずにスペシャルを温存し返り討ちの材料として使えるのは非常に強力です。スペの抱え落ちをしないということは生存もできてますし、防衛にも備えられるし、いいことばかりです。こういう時こそ焦らずしっかり対処していくといいかと思います。では次に行きたいと思います。続いてはマップ中央で抑えるです。編成事故だとちょっと守り気味になってしまいますが、抑え込まれるとどうしようもなくなります。特に塗りができないとキルのみでうまくさばかなければいけないので、ワンミスが致命傷になります。それをなるべく防ぐために中央から押さえつけをしておくのが重要です。中央を抑えるメリットとしては、スペシャルも合わせて貯めれるという点です。自陣に関してはあまり広くないマップが多いため、時間が経つにつれスペが貯めづらくなっていきます。ですが中央付近は常に塗り返しが行われているため、ある程度の塗りが確保しやすくなります。これによりスペを多少確保しやすくなりますので、いざという時の抑えで使用も可能となります。中央を抑えるメリットは他にもあります。これは相手の侵入箇所やポジションを減らすということです。自陣に攻め込む、またはルール関与するにも必ず場所が必要になります。中央付近にはたくさんの侵入箇所やポジションがあります。抑えるだけで状況が好転したりします。ですが自陣にこもっていると、この侵入箇所やポジションはどんどん減り狭くなっていきます。こうなると勝ち目がなくなります。編成事故とは言いますが、逆を言えば長所の塊のチームだとも言えます。有利な状況さえ作れれば勝てる可能性もあるわけです。この有利な状況というのが中央の確保からの圧力となるわけです。負ける可能性があるのであれば、長所を生かす動きを意識して動いてみるのが大事かと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。トラスト使ってて編成事故が起きた時の対処方法はいかがでしたでしょうか。トラストを使っていると何かしらの事故に巻き込まれます。
個人的にひどかったのはパブロ2枚とトラスト2枚 VS 相手シューター軍団だった時ですね。なんとか勝ちましたが、この時もやはり投手を生かして抑えれたのが非常に良かったです。諦めないのは非常に大事ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。